おはようございます。メンヘラおじさんです。昨日はですね、1時間半のライブ配信ありがとうございます。で、あの後ちょっとふわっちが終えた30分延長になったんで、もうちょっとだけやってたんですけども、おかげさまでですね、まあ、35人ぐらいの方ですね、 YouTube ふわっち合わせて、に見ていただくことができて、よかったですというところと、やっぱり婚活の話がやっぱ盛り上がるなというところですね。で、まあ、どちらかというと婚活の話って おじさんの経験からというよりも、まあ、皆さんが今やってる経験とかを、こうコメントで出してもらいながら、なんか双方向でやり取りしてる方が、話が盛り上がるっていうのもあるし、まあ、おじさん自身も、まあ、なんていうんですかね、動画にはちょっとしづらいなっていうような話とかも結構できてですね、よかったなと思ってますし、あ、なんかこれからこういう感じで、思うと婚活ネタばっかりでもいいかなっていうふうに思うぐらい、話盛り上がったなというところでございます。で、最後のふわっちの方はね、保険の話とかなんか資格の話とかもしてたんですけども、まあ、そういういろいろ質問があったりとかですね、したらですね、どんどんコメントとかでいただけたらなというふうに思ってございます。個人的にはね、いい感じでこう言うたらチャンネル運営ができてるんじゃないかなと思ってるんですけども、やっぱりまあ目標感として、もう少しって言ったらあれですけども、まあできるだけチャンネル登録の方を増やしてですね、やっぱり、収益化の1000人に向けて頑張っていきたいというところなので、またチャンネル登録の方よろしくお願いしますというところでございます。アナリティクスを見てるとですね、見てる人の半分がチャンネル登録者で、半分がまあ言うたらチャンネル登録されてないっていうことなので、そこの残りの方を、どうやって登録していただけるかっていうことを考えなきゃいかんなと思ってるのと同時に、今いてる方には満足いただきたいんで、まあ、そこら辺が、まあ、なかなか難しいというか、まあ、結局考えずにベラベラ喋ってるだけなんで、自分のストレス溜めないようにですね、ベラベラ喋ろうっていうスタンスは変えずにですね、まあ、今見てる人も、まあ、今登録せずに見てる人もですね、満足、まあ、まあ、どっちも100点はちょっと無理だと思うんですけども、まあ、暇つぶしレベルの4、50点、取れればですね、まあ、の字かなというところで、あとは、まあ、動画の個数とか、あるいは、まあ、いろんなネタを言うと、あっち行ったこっち行ったりしてるんで、それを見つけてもらいながら、やっていくのがいいかなと思ってます。あんまりその編集とかにも、言うたら、手間かけるつもりが全くないんで、もうそこのところは致し方ないと思ってるんですよ。なので、まあ、おじさんとの双方向のやり取りがしたい方は、言うたらライブ配信来ていただいたら質問とかにもオンタイムで答えますし、まあ、コメントで、こういうことを調べてほしいっていうんであれば、それはそれで全然やりますんで、というところでございます。で、もちろん、有料無料っていうのは、まあ、基本的に、ないと、ないわけではないんですけど、それはまあ、くれるものはいただきたいですし、っていうところなんですけど、別にそれも、まあ、言うたら強制するつもりもないですし、ただ、おじさんが、まあ、言うたら、お返ししたものが良ければね、気持ちなんか天岐阜なりペイペイなりでポチッとしていただけたら、モチベーションの維持にはつながるんで、チャンネル運営にもつながると思ってますんで、よろしくお願いしますというところでございます。で、言うてる間にね、もう2月も終わりそうな感じですもんね。来週言うたら23が休みですから、で、営業日ペースで言ったら5営業日か、で、年度末に向かうという感じで、結構、まあ、みんなバタバタだと思うんですけども、まあ、おじさんも、まあ、バタバタなのかもしれないですけども、まあ、1日1動画ぐらいは上げられるように、やっていければなぐらいでは思ってます。まあ、もちろん宅建の進捗とかもあるんで、そんなバカバカ上げれるかって言ったら分かんないですけども、まあ、思いついたそばからですね、上げていくぐらいの、まあ、適当さでですね、やっていければなと思ってます。で、おかげさまでね、チャンネル登録者は全然増えないんですけれども、再生時間めっちゃ増えてるんですね。あと視聴回数と。まあ、言うたら単純に上げてる動画の数なのかもしれないですけど、だからそれぞれ、皆さんなんかちょこ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 、確認いただいてる関係なのかもしれないですけども、本当に1日2日前になんか1500、言うたら15万再生、突破した言うてたんですけど、今もう15万2000回ぐらいまで回ってるんで、本当にね、視聴回数的にはすごい回ってるんですよね。個人的には。なので、そんな悲観する話でもないかなと思いながらも、でもまあ、チャンネル登録者が増えた方が嬉しいなと思ってるので、別に、なんですかね。
まあ、皆さんの身近な方でですね、こんなおっちゃんいるんだよっていう、まあ、失敗小僧さんを目指してるんで、なんかそう、失敗小僧さんになりそうな人がいるんだよみたいな形で、言うていただけたらですね、ちょっとでも近づけるかなというふうに思って、いながらですね、ベラベラ喋ってるというところでございます。まあ、昨日は本当にありがとうございました。で、来週の土曜日の21時からもし予定なければやろうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。以上です。